なんだこれ、ジェットネオブリーチ、はぁ、あ、香港サーバーのクソ構成みたいになってるって。さあ突っ込んできたよ。ダブルエントリー、なんやこれ、こんなん止めれへんて。そらフォーカスずれますわ。さあ右側の選択肢もあるんでちょっと寄り切らない。ただブライアン君が早い。ブライアン間に合ってんぞ。いやこれはもう設置間に合わないですね。落ちてしまった。うまい。リジェクトの構成ってマジでちょっとメタから外れてたおもろいよな。時間怖いから一人ハーフまで行っちゃうわ。それはまあランクだからだ。人数をかけてのしっかりとこうコミュニケーションを取りながら連携のある打ち合い方なんですよね、はい、防衛側でもよしと思うんですけれども、俺よし去年レッドブルのイベントで喋ってしんとったけど、よしマジでいいやつなんだよな。ほんまなんかもうザ典型的な海外のそのなんか優しいやつみたいな感じ、ホワーンってしてる感じの。まあやっぱりずっとニコニコして歩いてる裏でも。タイミングピークなんですけど、そうそう、なんかハワイにいるなんか温厚な人みたいな。ピークではない、チームピーク。めっちゃ可愛いよ。随所で。一その競技シーンを楽しむ視聴者として、その今パシフィックに参入してるゼータとデトネーションがこの国内リーグのこのベスト8に参加したら何位取れるんだろう。やっぱ1位2位なのかな。まあちょっとメタが違うから何とも言えないけど、ちゃんと勝ちきれるのかな。どんぐらいの実力差があるんだろう。普通に興味がある、その辺に関しては。一視聴者として。選手はスクリームしてそうやから答えしてそう。やっぱ、ふわっとは分かるだろうな。あ、来た。おお。あー、ブリーチですか。なんだこれ。ネオンブリーチ。おい、イニシエーターいねえって。ここだったんだ。おい、なんだよこれ。ジェットネオンブリーチ、はぁ、あ、おい、香港サーバーのクソ構成みたいになってるって。しかも、ビーメイン 2D が思ってんだけど、なんだこれ。さあ、映画に対して、トラップアイを切りながら、オンリーワンが突っ込んでくるが、ハルス、バックサイドでの耐え、そしてフォールトラインを返した。エルボー抜けのチョークポイントが突破できない。シンプルにやりづらいと思いますよ。ライトアーマーシーフって。さあ1ラウンド目はまずはリジェクト、アイスボックスでの独特な踏めた構成を披露して。ワイヤー見て、ワイヤー見て。おいなんか。いや、ワイヤーすごいよ。キング上にまっすぐ伸びてる、この。キング入れないと。これキングからば、あれですね、ロープ伝ってくるやつが引っかかるのワイヤー。なるほど。いやただ突っ込んでったぞ。さあギャンピンヘブンからうまく後続を抑え込むことには成功。おお、そしてあれもう抑え込んだ。エグいねこれ。リジェクトランクで事故ったみたいな構成になってるって。赤目、いやアウトローです。引き切ったカスケードでコントロールしていたはずが、わいやすごいとこにあるぞ。浮かれてしまいました。さあヘブン越しの車線、ギャンピンが抑える。そしてハルスもサイト中で耐える形を取りますが、ここでバイパースピット。何このケージ。さあこのバイパースピット展開はギャンピンが行いましたので、一旦攻め側のスカーズは止まっています。そしてこれニューランセット、苦しいぞ。くっそうざい。再びアウトロこだまもりくっそうざいやん。攻めれない。この リジェクトの構成強いの絶対攻めやから、守りで取れてるのよくわからんのよ。いやちょまあハンドガン大事やなこれは。さあ13番の目、まずは早い教育突っ込んでいったら、まあこの構成は攻めだからね。ドライでいった早っ。アビリティはフォートラインのみ。展開がすごいぞ。えさあ突っ込んできてる。今キータルボールきた。 B サイトラインへの展開力がすごすぎる。一瞬にしてイエローラー、まあ、この構成は攻めてなんぼやからな。さあ B に対してのリテイクでこれだけのエリアが取られてるとなると非常に難しいが、スカーズブライアンの位置を潰した。これでオーソドックスはリテイクになります。はい、オンリーワンとでも動きやすくなりましたね。さあギャンピン残り HP は50、そしてハイタイドを使ってコブはない、コブあるな。コブもありますからね。しっかりとアンダーのチェックも怠りません。さあ体力があるヨッシーはハイタイド前、顔を出す。いやリテイクできちゃうんだな。スタートは強いけどみたいな感じだな。リテイクに対してどうなるか。ブリッジどうなる。昔のアイスボックスではね、ちょこちょこいた。そしてきましたね、オンリーワンのオペレーター。ただ今のところドライ進行のイメージが強い B 側の方に持っていってしまいましたね。さあ突っ込んできたよ。ダブルエントリー。えぐえぐえぐい。中でダブルピークを仕掛けてきた。なんやこれ。
こんなん止めれへんて。さあうまくミッドラークを抑え込むことに成功しましたが、オンリーワンあれは無理やわ。これはリテイク難しいか。てかあんなに息ぴったりなのすごいな。今のもう一回見たいな。かなり厳しいんじゃないかな。片方落とせればですけど。これな。まあネオンのそらテールウィンドはプロでも捉え切るの難しいです。そらフォーカスずれますわ。もうこれオンリーワン逃げ道ないですよ。スカーズにとってはアドリブ力を問われる。かなり打ち合いが展開になっているが、オンリーワンスパイクを落とした。いやしかも逃げてる。これで A は今のところはないということになっています。でしかも B メインを抑えられてるんで、ルモとしてもここで中央無理する必要ないんですよ。スパイクの引き直しは成功しました。すごいな、こんなん見たことないぞ。データをかいくぐれるか。挟み込みに行っているキッチンからと B メインからもう一人取られた。オンリーワン前に出た。全部崩した。4人目おい、まだある。ブライアン前に出た。えぐっすぎる。ナンバーワンやこれ。これはすばここですね。もうこの時点で十分な仕事したな。いやこれよ、なにこのフリックフリックというか振り向き。いやえぐ。さあリコン構える。しかしリコンと合わせてアフターショック。さあブライアンアンダーレタイルがなんとかスネークバイトで被弾しながらもアレン倒すのが成功。しかしヘビーの打ち合いがことごとくリジェクト制しているが、ルーも2人カット後部を構えて展開。さあこれ後部は打たせ切ったが敗退度が降りてしまう。あーおいタフすぎだって。見応えあるねこれは。ハルスサイファーになったってことはダブコンじゃないな。夜あるなこれ。これはこれワン。いやこれねブライアン君よ、あ夜だ。ちなみにブライアン君の夜マジでうまいです。ブライアン君の夜ランクで何回見たことあるけど、ちゃんとね夜のスキル知ってるタイプの人だから。しかもフィジカル強いでしょ。まずアタッカーのスカラッパイヤーは足元です。さあこれ切ったランプめがけて入り込んでいったヨシ。ガンガン入っていくね。まあ、注目はルモのオービタルストライクをどのタイミングで打ってくるかですかね。2本のワイヤーはもう完全に切れています。ただ接地音はまだしていません。接地音のタイミングでよし突っ込んできた。うわー避けてる。フラッシュ避けてる。しかしベンチ前のギャンピンがプロはそのフラッシュ避けるのか。エグいな。襲いかかったところ。そしてブライアンも挟み込みにいっています。オンリーワン気づけない。リジェクトの構成ってマジでちょっとメタから外れてたおもろいよな。こういう構成は見てて面白いですね。確かにまだ設置に至っていないが、設置を頼りに突っ込んできた。スカイスモークの中に3人突っ込んできている。ヘブン下との打ち合いも破れたヨシ。しかもこれさあ、右側の選択肢もあるんでちょっと寄り切らない。ただブライアン君が早い。ブライアン間に合ってるぞ。足を止めることは許されない。残り時間がない。いやこれはもう接地間に合わないですね。落ちてしまった。素晴らしい。うまい。このラウンドブンボットを流してシャワーに対しての制圧を行いました。 B ロンから浴場に対しての勝負もあるかなと思ったんですが、ここは行かないですね。シャワーを体で取り返しに来ている。うわ取り返した。早っ。いやドライで取り返した。いやマジかよ。 このスピード感取り返す大きい情報ですね。しかも天蔵がまた天蔵が窓がどうしても警戒せざるを得なくなってしまったので、キャンピットのハンプ今ここを制したヨシ。ただサイトランセット崩れない。しかしシャワー前シンプルに打ち合ってきた。ニューラルセフトによって位置も確定。さあヨシも落ちてしまう。ラインサイド来た。ここでディメンショナルドリフトも入ってきた。しかもデコやるぞ。バイパーズピットから追い出したぞ。バイパーズピットの中にはとてもじゃないがいられない。いやー落ちた。そして最後に取り残されたいやいい追い込み量だ。シーズも入ってきて、リジェクトもスカーズもお互いそうなんだけど、リジェクト特にそうなんだけど、エリアの意識マジ強いわ。取ったら絶対にエリア取り返す、押し返すみたいな動きしてるから、あとは崩さない。フラッシュもありますからね。さあまずワンピック成功。そしてハルスもしっかりと行動を抑えたが、よし削り合い制してる。チームメイトのトレードに繋げていった。あれも抑え込む。これで残ったのはただスパイクが
クラッシュの音で釣ろうとしているんですけれども、もう完璧にスカーズとしては決めきっていますね。もう A に来たらリテイク、 B 側に来るんであればこの2人でと。相手がリテイクするんだ、ワンチャンあるぞ。これワンビス、さあ壊した、どこまで取る。設置を終えた瞬間に罠が壊れたことを受けて自分から勝負するしかないですね。あー、あるわ。ジャンプで入っていったところを落とされた。よくぞ。おお、いやスパイク見つけてさ、どうなんだろうな、まあ、実際スパイク見つけた時にもう捨ててリテイク判断どうなんだろうな、ハンドガンで。いいポジション入ってますよ。さあナイトフォール、手前に対してアルティメット、行くか。引っかかったのは1人、映りましたね。そしてオービタルストライク、おーよしよし、やられた。もうクルキー、さあワンピック成功。設置はできるが、無理やりプラントに行くが肘が見えた。あれ2人目、さあ赤目もダメージ追いながらベンチをキープ。ショーストッパーを落とされたものの依然としてリジェクト、苦しい展開ですね。さあアレンは落とした。もう内野に勝つしかない。さあ転送、うわーシーズを食らう前にピック成功。ただオッペよ、シーカー曲がった、エリアが止まっている。シーカーを切ってきた。さあギャンピン、うまくピックしたが、シーカーによって追われている。そして上からも来た。うわお互いフルリソースでしたね。勝負やべえ、競り勝ったのじわじわ追いついてる。6歩連続練習入るために、さあマッチポイント、やばい、これどっちや。もう A ショートラッシュ3回目、しかしゆるるとここでディメンションドリフト。さあ位置を報告してるぞ、ブライアン。あっあっあっ、そのまま出現。シャワニですかね、これ浴場取られてるんで接着難しいですよ。シャワ前キーパーしているが逃げた。プラントを聞いて、よし仕掛ける、逃げたぞ。ただシーズン入ってきた。いや浴場、さあこれニューラセフト、天蔵されている、挟まれてしまった。焦って B 側のワープには行かずに浴場側を潰しに行った。さあ前行った、よし、しかしハルス、これ誘ってます。よしにもうまく、アレンワイヤーを切ればこれでサイト2が分かっている。ちょっとこれは リジェクトが動かざるを得ない。サイト2と分かった瞬間仕掛けてきた。サルモ、うわーこれは、さあファミファイ、これはリジェクトが逃げ切ってジジイかな。これは裏から仕掛けるが、あれみたいな、あーグッドゲーム、今しょうがない、激闘は決着を迎え